は人見知りなんで結構緊張するんですよ毎回。で地成さんも初めてだし、最初の立ち稽古の時とかすごく結構緊張して、で関西弁もあるし実はふわふわしてて、でじゃあ次行きましょうっつって段田さんがここからブワーってすごい勢いで、もうまさによくわかんないけどドーンみたいな勢いだけです、勢いでドーンって出てきた時になんかすごく勇気をもらったんですよ。あ、いいかもと言って、いいんでしょ、俺はいや、なんか気にしなくてもいいかみたいな。で、実成さんもそれで爆笑してるし、なんかいいか、なんかそうだよな、こういうことでいいんだみたいな、なんか勇気をもらいました。最初の瞬間ありがとうございます。適当なことです。さすが、さすが先輩でこういうとこだなと思いました。最初のあのどうにもにもにもいもとか、どうしようかなと思って今もう完全に落ち着いちゃってますけど、最初もどうしていいか分かんなくて、あの旦那さんがあのまだこうやってたから、ちょっとこれ水を飛ばして口に入れるんでやってみたらいいんじゃないかと思って、バーってまたもう全く誰も無反応でこれで終わりですって気づいてない、気づいてない、いやもうしかもあのまだ初日だったんで僕もあの大胆にやることができずちょっとね控えめにやっちゃったから誰にも気づかなくて、気づいてなかった、これダメだ一回でやめようと思ったのが YouTube に上がってるんですよ。そうなの、めちゃくちゃ恥ずかしくて、ちょ見れるじゃん、じゃあ見れます、見てください、すっごい中途半端ですから、はい、はい、これ封印しようって思ったのが、ま、YouTube やってて見るたびに冷や汗です。どうにもにもにもいも、こうにもにもにもいも、お、このいも中もう一杯、おアホそういうこともあります。スマホだったね。スマホ、ほんまですよ。そんなに姉さん気づいてくれと思って、姉さんはスルーでした。ま、全くもう。もう私ね。ついつくようにとかトガキがね、そうなんですよ、ね、飛んで、パッと取るみたいな。そこ切り書いてあるんですよ。そうそう、投げるんじゃなくて。投げるね。実はさんが、あれやっぱりもうちょっと手に吸い付くように見える方法なんてあるんですかねって言った時に。シーンってなった瞬間に、あ、それはっつってすぐにパッと出てきてくださって、割り箸ありますみたいな感じでススって言って、これこうやってこうやってやるともうこう見えますよって言ってパッて見たら、見える。僕台本見た時からもう結構その歌舞伎に関わることもちょっと出てくるので、あ、なんかそういう感じでもいいのかなと思ってたんで、なんとなく戸田君見てる時から、あ、これならいけんじゃないかなと思ってたんで、地成さんがそれでなんか、考えてらっしゃるんだったらもうそれでいいと思ったし、そうじゃなかったらもうこの案絶対いけるぞとかってもう行く気満々だったんですよ。そしたらみんながあんなさそうだったら、はい来たって、はい来た。携帯電話を旦那さんが伊達さんに教えてもらってる姿を、それ見ながら、いやさ、なんかもうだからおじいさんが携帯電話をそのやり方をね使えない若者に教えてもらってる姿が、それは癒されるらしい。わけわからない。なんかちょっとわけわからない。それも癒されてる。癒されてる。癒されてる。ちょっと役に立てばね。よかった、その通りなんですけど何でしょうね、こう毎朝こうおはようって言ってあの席に着く時のなんか会話だったりストレッチしながら一番好きな果物の話をしてる今日ね、平和な会話だよ、花座組だよ、もうちゃんがだいぶ老成してるんです、意外といけるんじゃないですか、これ意外と面白いな気がしますよ。あの北村総司、日本文学シリーズの中でも松屋を先頭に、面白いものが出来上がるのは間違いなし。はい、どうぞ次の人。じゃあ私が行きますけど、私も正直、まあそのね、あれですけど、まだ全然途中ですけど、面白いんちゃうかと思ってます。本当になんかわかんないけど、わかんないけど面白かったと言ってもらえる作品になれるんじゃないかと思いますし、そう思ってもらえるようにね、一生懸命ちょっとみんなで切磋琢磨して初日までに仕上げてですね、行きたいなと思うので、
わけでございます。私もそう思います、日本文学シリーズと言うとりますけど、はいはい、ます文学でこうちんと座っているっていうよりは、はい、もうちょっとこうあのなんか、ね、ポップに 汗かいていくみたいな感じが今はしてます。だからあの大いにあのこれ何やろって引っかかる前にもう私たちを見た現象として笑っていただけるとどんどん乗っていけるんじゃないかなって思います。北村、作品の中でももう極上のチャーミーな作品になってますので、お客様入ってくださって、はい、さらにチャーミングな作品に、この作品はあの、広がって膨らんでいくと思いますので、もうお客様と一緒にチャーミングな作品作りませんかと、そういうところでよろしくお願いします。オーディションですってことでオーディションするんですか。作りませんか。深く考えなくて大丈夫です。なんだろう、普通自分がやってる役が普通の役なのか、普通の感覚を持ってる役なのか、まだわけがわからないんですけど、だけどそれはきっと見てくださるお客さんの気持ちにもなれる、なんか寄り添えるような役なんじゃないかなと思いながら、それをこう体現できるように楽しみながらやりたいなと思っています。このメンバーが集まることは本当に二度とないと思います。なんでそういった意味でもとってもスペシャルも言うとないのそんなもうそれぐらいなんか特別な、はっきり断言されて悲しいですねお前とは二度とやるいやいや、なかなかもう嘘でしょ、二度と死んじゃうかもしれない。わかりませんけどね、こういう怖さ持ってた。わかりませんけどね、万が一すごい大好評でね、じゃあ来年やりましょうみたいなことになった時に、竹下さんが俺は二度とやらない違う人が出てるわ、違う人が、あれ、あ、そういえば二度とやらないって言ってた。いや、二度あるよね、二度も三度も四度も何度もあるように、怖いなぁシリーズ感覚なんだよ、この竹内恐怖体験が、竹内スリラーが